スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聴きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は さけいのメンタルタフネスへの道。皆さんこんにちは、カウンセラーのさけいです、えー。今回もですね、あの前回前々回に引き続いて、えー、ハラスメントドラマで学ぶハラスメントというところで、えー、お伝えしていこうというふうに思います。あの例のですね、あのドラマ。 はですね、結構いろんなあの考えさせられるあのすごい楽しいんですけれどもあの私カウンセラーの目線からするとですねいろいろと考えさせられるようなあのシーンなんかも出てきますので、えー、まあね法律がハラスメントの法律変わりました、えー、ご存知ない方はですね前々回の回あるいはですねハラスメント法律というところでチェックしていって。 検索していただきますと法改正の具体的なところが出てくるというふうに思いますのでハラスメント法があのしっかりとできているという方ご存じない方はぜひまず最初にですねその辺りを調べてえそれからまたちょっとこのねあの私の解説なんかも聞いていただきたいというふうに思いますけれども今月もえードラマ「半沢直樹」から学ぶえパワーハラスメント というところでお届けしていきたいと思います。先への。メンタルタフネスへの道。きれい。気持ちいい。心地いい。住まいから笑顔を作り出す。宝こうきは。そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた。技術力とサービスで。 ハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝こう ののメンタルタルフネスへの道はい、えー、ドラマの「半沢直樹」で出てくるシーンからパワーハラースメントについてを考えてみようというようなこの回なんですけれども、えー、まず最初にですねそのパワーハラスメントの定義そのものを皆さんご存知でしょうかね。えーまあ、前回はですねパワハラには6類型あるよというお話。 でそれについてはあのそんなに詳しくとはお伝えしていませんけれどもその6類型の前段階ですねそもそもパワーハラスメントって、えー、どういうのっていうところ厚生労働省がですねあのパワハラについては この三つの要素をすべて満たしたものをパワハラですというふうな定義付けをしているんですね。そこまず皆さんにね、あの知っておいていただきたいところなのでお伝えしようと思います。パワーハラスメントは以下の三つの要素をすべて満たすものです。一、優越的な関係を背景とした二、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により三 就業環境を害すること身体的もしくは精神的な苦痛を与えることこれら3つの要素をすべて満たしたものをパワーハラスメントというというふうに厚生労働省の方では定義をつけておりまして逆を言えばですね適正な範囲の業務指導 業務指示というところであるならばこれはパワーハラスメントには当たりませんというところを明記しています。ということなんですよね。あのでではですねドラマ「半沢直樹で学ぶパワハラ」というところでちょっと私が考えたこのドラマでのパワハラかなどうなのかなっていうようなシーンについて。 えー、振り返っていただきたいと思います。えー、ドラマのね中ですごく印象的だったのは、えー、第二話ですね、えー。そのシーンをちょっと振り返りたいと思います。東京中央銀行の広い階段からですね、あのー、降りてくる半沢直樹と、えー、階段下にいた大和田明がですね、バッタリ出会うシーン。 覚えていいらっしゃいますかねなんか結構あの赤絨毯みたいなね <laughs> あの広い階段を、えー、半沢農家が降りてきてそこの下からですね今度大和田、えー、常務がですねこう上を見上げてで、えー、そこの途中でですね、えー、2人がすれ違うそんなシーンなんですね。であの半沢はですね、まあ、銀行に、えー、呼ばれてですね仕事の失敗でさらに子会社へ異動になるみたいな、えー、ことをちょっと そういう可能性があるというところになってまして、でそこでえ大和田はですね、半沢にこの会談で、俺がねその人事に口添えをしてあげようかっていう感じで提案をするんですね。それに対して半沢は断るわけです。そうするとですね、あの大和田常務が組織に逆らったらどうなるか。君はもうおしまい。 ですっていう、ね、あのすごいあの強烈なシーンがありましたけれども、ね、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかあのおし、ま、いですっていうあれはですねあのアドリブだったそうなんですけれどもあれがすごくあの印象的でですね、えー、覚えてらっしゃる方も多いと思うんですけれどもどうですかああんな風にですねあの 言われたらこれはパワハラなのかどうなのかあのいかがですかね皆さんどんなふうに考えますかパワハラの六類型あるというふうに、まあ、何回か申し上げてましてその中の一つがですね精神的な攻撃というのがありますであの精神的な攻撃ですのであのすごく本人的にはですねそういうのをこう ひどい暴言だったりですとか精神的な苦痛を、まあ、与えるようなことを言われたりっていうのがこの精神的な攻撃というのがパワーハラスメントの定義の中にあります。じゃあ、えー、このケースお前はもうおしまいだみたいにね、えー、言われてしまうこのケースについてはどうなのか。 とということなんですがえまず最初ですねあの3つの要件を満たしていたらパワハラだとそれ以外はパワハラというふうにはあの当たらないというふうに申し上げました。これでちょょっっと振り返ってみましょうそうするとですね丸一番優越的な関係を背景としたということなんですけれどもあのまあ、2人の関係性がどうなのかということですよね同じ会社には属してないですね。 同じ会社に属していないので、まあ、そもそもちょっと違うかなみたいにも思うと思うんですけれども、まあ、私的な考えで言いますとこの優越的な関係性というのはひょっとしたら該当し得るケースかなと思ってますなぜならばハンザーはですねあの東京中央銀行の子会社の東京セントラル証券に属してるわけですよで東京中央銀行から出向としていってますよね。 で一方でその大和田常務はこの東京中央銀行の取締役であるとでしかもですねこのシーンで俺が人事に口添えしてあげようかっていう提案してますよね。ということはですよあの人事権に影響を与えることが大和田常務さんの場合はできちゃうわけですよ。となるとやっぱりですねどっちがその組織内での あの広い意味での影響力を及ぼすことができるポジションかといえば大和田常務はですね半沢直樹の人事権をある意味あのいろいろといかようにもできてしまうというふうになるとこのハラスメントの一致優越的な関係を背景としているのかといえば言えるんじゃないかなというふうに、まあ、私なんかは考えます。 でえじゃあ「2ですね二の定義として業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によりこれどうですかね、はいえー、大,大和田常務がですね「おしまいです」っていう言葉言ってますね。あれはもう当然ですね業務上必要でもなければ相当な範囲を超えてる言葉ですよね。 もうあの指導という意味合い全く含まれてないわけですからあのこのようにですね人事権を握ってらっしゃる方が相手の雇用を脅かすような発言をするっていうことはこれはもうパワーハラスメントというふうに判断されることの方があの多いです一般的だと思います。 なのであの言葉はですねもう当然のことながら業務上必要かつ相当の範囲を超えた言動というところにも値してくるかなと思いますそうすると一番もあのあの値してきてます二番も、えー、これ定義の中で含まれてます値してますというところになってきますじゃあ次三番目ですね えー、就業環境を害すること身体的もしくは精神的な苦痛を与えることっていうことですね。であの普通の人だったらですねもうあんなねおしまいですみたいに言われてもうあの君はこの会社ではもう終わってますみたいなこと言われちゃったらですね当然のことながら精神的な苦痛を受ける方の方が多いですよね。 なので一般的にはああいうふうに言われちゃったらもう精神的なダメージ相当だと思いますのでこれ当てはまってくるかなというふうに思ってます。 まあただですねあのドラマのあのシーンでですね半沢直樹のメンタルいかに強いのか <laughs> あのご覧いただいて皆さん思ったかなって思ってますけれども逆に闘争心湧いててきちゃってるよような感じですよねあの全然板で感じてなくって逆にあの大和田を見返してやるみたいに倍返しだっていう感じでまあ思ってますので。 そうすると、まあ、本人的にはですねあんまりこの精神的な苦痛を与えてている風には、まあ、見て取れななわけですよ。なのでまあ、このドラマのこの半沢直樹さんに限って言えばですねまあ、本人がそういうふうにあの精神的苦痛をあの感じてらっしゃらないんだとしたらまあこれあの、パワハラっていうところにはなってこないかなというふうにも思ってます。まあ、ただ一般的にね、あの、 犯罪の大きいじゃない人が言われたらですね、えー、当然のことながら非常にダメージ大きいかなというふうにはなるのであの普通の人だったらもうこれ絶対入ってくるかなというふうに思ってます。 特にですね、あの半沢直樹の場合はですね第1話からずっとあのいろいろとやられてきてますからこんなふうに「1回だけおしまいです」って言われてたのに1回だけじゃなくって1話からずっとですねあの長時間にわたって何回も何回も積み重ねられてっていうふうになると、あのー、非常に精神的にね苦痛になってお仕事をやる気を削がれたりとかあるいはですね人によってはちょっとメンタル不調に陥ってきたりとか。 そんな風になる可能性高いですから、あの頻度とか程度とかそういったあの積み重ねによってパワーハラスメントという風に該当してくるかなという風に思ってますね。なので、まあ半沢さんもですね、ひょっとしてあの。 メンタル不調とかになってきちゃったら、まあ、当然のことながら訴えればこれパワハラというふうにあの認められてくる、まあ、ケースなのかなというふうにも思いますけれども、まあ、今回のこのシーンでいうところだと、まあ、半沢さんそんなにダメージ受けてないというか逆にそれをあの自分のですねモチベーションの方に切り替えて、まあ、やっていらっしゃってますからあのそういう意味ではこのシーンはパワハラというふうにもならないのかなというふうに思います。 まあただねあのだからといって決していいあの一般の普通の人がですね言っていい言葉でもないですしそこはもう皆さんドラマの中としてお楽しみいただきたい範囲でですねあの,あのドラマを見て影響を受けたですね会社の部長さんとかがあれを真似するように「ですね君はもうおしまいです」。 っていうのを会社でですね部下に言っちゃったらですねこれはあのダメですよあの当たり前ですけれども気をつけてくださいねあのねドラマの影響力って結構大きいですから冗談ですごく仲のいいですね部下にあの信頼を受けてる部下に言う っていう人がね、まあ、中にはいないとも限らないですけれども、まあ、上司は冗談だと思ってそういったことを言っていたとしてもですねあの部下からするとそれ冗談であの捉えてくれないケースありますからあの当然のことながらねその場では笑ってたりとかして「あの何言ってんですか」みたいな言わないでくださいそんな風に言って言っていたとしても。 まあそういったことが積み重なってきてである日ある時にその人は、えー、そういうところでちょっと精神的にですねダメージを受けるあの自分のそのなんていうんだうかね精神状態によっては普段だったら冗談で受け止めていたとしても冗談でいろんなこう仕事とかがいっぱいいっぱいだったりとか。 あの追い込まれてたりとかそういうようなあの精神状態の時に同じようにですね上司が冗談で言った言葉だとしてもすごく傷ついたりとかあるいはですねそれによってちょっと落ち込んだりとか。 ってていうのがあの出てくるケースもちろんありますから、えー、これはあの本当にドラマの中だけにしていただいてですね、あのー、皆さんはそういった言葉を使わないように十分気をつけていただきたいかなというふうに思います。先へののメンタルタルフネスへの道 感動のない経営は僕は経営じゃないんじゃないか人の時代になりますから農耕民族的な人を大事にする金融機関でやりたいなと主婦が夫に内緒で出かける場所といえば 驚きの鑑定結果はご自身でお確かめくださいご家庭に眠っている香木買い取りますお問い合わせはフリーダイヤルお香のことなら香木査定で検索ののメンタルタルフネスへの道あのパワハラって。 っていうのはですね、まあ今回この羽田さんはですね、あんまり本人気にしてませんでしたしまあまあそれを逆にあの自分のモチベーションとか自分のパワーに切り替えてやってらっしゃるんですけれども例えばこれね階段で2人しかいないシーンでしたからあれですけれどもあのそうじゃなくって、えー、大,大和田常務がですね、あのー この東京セントラル証券の方に来てそれで2人がこうバチバチにやりあってですねあのシーンをあの社内でやってたらどうなるかえー皆さんちょっと想像してみてください大勢の人がいる前であの言葉を言っていたらどうだろうかっていうことなんですねそうするとですね まあ、あの半澤さんはねあのそれだとしても、えー、それを力に変えてますけれども逆にですね周囲の人が、えー、やっぱり大和田常務に逆らうと怖いな、えー、いつか自分もそんなふうに言われちゃうんじゃないのかなっていうふうに思って嫌な気持ちになる。 まあ、あのい,わいわゆる場の空気が悪くなるみたいな感じでですね、えー、場がすごく緊張感が張り巡らされるようなそんな風になってくることが想像できますよね。 でそうするとですね人によっては実は自分が言われていないにもかかわらず、えー、仕事のモチベーションが低下してきたりですとかあるいはですね本当に自分が言われていないにもかかわらずあのメンタル不調になるようなケースというのも中にはあるんですね。なのでそういうそのパワハラの行為っていうのは実は当事者間だけの問題じゃなくて。 周囲にもすごく影響を及ぼす行為であるということもぜひちょっとねあの忘れないでいただきたいかなと思います。なのであのこういうねあのみんながいるところで大きな声で「えー、どんなに散らす」ですとか、えー、その人の何てなんてんですかねお「お前はもうクビだ」とか、えー、あるいはです,、ねえー、そうですね「課長失格だ」ですとか。 えー、そんなふうにその人の雇用を脅かすような発言、えー、そういったところがありますともちろん本人的にもですねあのすごく、えー、それはやる気をそがれたりとか、えー、そんなふうになりますからあのハラスメントに値してくるケースが高まりますけれども本人だけ言われてる方だけじゃなくって周りの人もいつか自分そうなっちゃうんじゃないかというところで非常に影響が出てきてしまいます。 なのでね、えー、ぜひぜひそのあたりのところもね気をつけて頂い,いて、えー、まああれはちょっとあくまでも本当にドラマの中だけのことであるということは、えー、ぜひ皆さんもね、えー、楽しみながらドラマを見ていただきたいかなというふうに思います。でじゃあもう一つちょっと私もう一つケースを考えたんですね。逆に 半直樹もパワハラの後遺者なんじゃないのとこれ皆さんどうですかややらられたらやり返す売買主だって言わってあの大和田明はパワハラの被害者になってないだろうかっていうこと、えー、これもちょっと私考えてみました。 これはですねあのー、シーズン1の方ですねあのー、シーズン1の方の方一番その最終回のシーンですねこれもあのー、見てらっしゃらない方いると思うのであれなんですけれども、まあ、シーズン1もですねあのー、半沢直樹と大和田常務がです、ね、いろいろバチバチやりまして。 で、えー、最後の最後のところでですねあの半沢直樹が取締役会で大和田がですねあの暴露されたくない失合な真実というものの事実を突きつけるわけですね。でこの事実っていうのは、まあ、コンプライアンス違反なわけですよ。でなので、まあ、半沢がこれをあの役員会に報告してみんなの前で、えー、こういうことがありました。 っていうのをバシッとこう言うわけですね。えー、まあこれについてはね当然のことながら。 まあコンプライアンス違反ですからそれを役員に報告するっていうところはまあ別に問題ない行為かなとこれハラースメントじゃないかなっていうふうに思うんですね。で大和田常務はですねその時に懸命に弁明するわけですよ。えー、不正行為を実行していたのは私じゃないとか、えー、当事者はですね岸川まあ、そそのの当時その のあのそれを不正をやったのはその指示を大和田から指示をしてやったのは岸川さんっていう支店長なんですけど、えー、その人が、えー「やって私じゃない」みたいな感じでですねいろいろ弁明するんですけれどもさすが半沢ですね、えー、その岸川支店長がですね大和田常務から指示でやりました。 っていうのをやっぱりその取締役会のところでまあ認めるわけですねで、えー、なのでやっぱりじゃあ大和田常務がやったのねっていうところで、えー、この不正融資のその事実が判明してで頭、えー、取がですね取締役会で大和田には後日、えー、処分が下されるっていうところを発表するわけです。 まあここもですね会社としてはまあ普通ですよねあの法令違反なことをやってるわけですから不正なことをやってるので半沢が言ってそれが暴かれてじゃあ君処分ねって言いました、まあ、それまでではいいんですあのただですねこのあとなんですね問題としてはあの一番こうドラマとしては盛り上がったとこなんですけど。 頭取がですねえではこれでっていうふうに取締役会を終わらせようとした時にですね半沢が「まだ終わってはおりません!」っていうふうにバーンってこう何て言うんですかねあの取締役会があの終わろうとしていたところを引き止めるわけですよ。で、えー、そしてですね大和田常務私との約束 隠蔽を支持した事実があなたなら私に土下座して詫びるお約束でした。忘れたとは言わせませんよ。さあ、やってもらいましょうか。っていう風にね。こう1番こうドラマ盛り上がってるところなんですね。で、土下座してくださいと。とやれ大和だっていう風に犯罪直樹が叫ぶわけですね。取締役の役員が全員見ている前で土下座しろっていう風にあのものすごいこう。 でででですすねねうわけです、ねでえー、それに対して大和田常務がですねあの苦痛の苦悩の表情をこう見せながらですねクーッてなりながら、えー、半沢直樹に土下座するというですね「やった倍返した!」って一番こう私としてもですね「やった!」みたいな感じになるシーンではあるんですがまあこれですね あのどうですかねと <laughs>、えっと、これってどういうパワハラ逆にパワハラじゃないのっていうふうにあの、まあ、カウンセラーとしてね一歩引いた目線で見ますとこれどうなんでしょうかね皆さんあのこれについてもね私考えてみました。はいえー、パワハラの定義ね二丸三三つあったら、えー、パワハラですよっていうふうになってましたよね。えー、先ほど解説した通り で,す、ね、でこの3つが当てはまるのかどうなのかっていうところをちょっと解説していこうというふうに思います。まず、えー、1番目ですね優越的な、えー、立場かかどうかですよよ半沢直樹が大和田常務より、ね、まあそうすると、まあ、優越的な立場にはなってないですよね。 あのなので、もうこの時点で違うっていう風になるので、はい結論から言うとパワハラじゃないっていう風にまなっちゃうんですけれども、まあ、ただですね、えー、他もちょっと見てみましょうかね。丸二ですね役員が見てる前で土下座をさせられるっていうのはこれは業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動という風になってきますからこれはあの該当しますよね。で丸三精神的苦痛これについてもですねあの大和田のあの苦痛 普通に満ちた、えー、表情からして当然のことながら該当してきますね。なので、えー、もし半沢がですね、えー、大和田よりも優越的な立場であるならば、これはこのパワハラに値してくる可能性が、えー、高くなるというようなシーンでしたね。はい。まあ、ただあの半沢直樹はですね、あの大和田常務より全然あの地位が違いますから、まあそういう意味では。 これあのパワハラに値しないかなっていう風になってます。でじゃあじゃあですよ。あのシーズン2ね今やってるシーズン2のあの4回目ですけども、えー、三笠副頭取が今度伊佐山にですね半沢君に謝れ。まあ、同じようなシーンなんですよね取締役会でこういろいろあったのを説明して半沢がそれを暴くわけです。 で,す、ね、でそれに対してあの副頭取がですね佐山部長に「半沢君に謝れ!」って言ってみんなの前で謝罪させる同じようなシーンなんですけどあれ、うん、どうですかね。あの半沢に巨額融資に対して決定的にミスを指摘されて「まことに愛すいませんでした!」みたいにあの同じようにですねあの苦悩な表情を 見せながら、まあ、謝ったったていうところですね、えーまあ、結論から言うと私もこれもまあ該当はしないかなっていうところで何、えー、でかっていうと土下座までさせちゃうと、えー、これはやりすぎですよね当然のことながらあの必要かつ相当な範囲を 十分に超えてます。土下座っていう風になってくるとね。ただ謝りなさいって言ってる部分であるならば、まああのー、ね。悪いことしてますから、しっかりと謝るっていうのはそれは筋になってくるので、まあ、えー、これも該当しないかなっていう風に思ってます。まあ、ね。今後このドラマがどんな風な展開になるのか？すごくハラハラドキドキで。 え楽しみだったりもするんですけれども、まあ、今後ねあのシーズン3とかひょっとしたらですねゆくゆくその半沢直樹がです、ねえー、銀行の中でもっと地位が高くなってきてしい,いけばです、ね、あの半沢の「の倍返しだ!」が「んパワハラじゃないの?」っていうふうに私があの思うかもしれない日も来るかもしれないです。 先へののメンタルタルフネスへの道本手株式会社は女性の社会進出を応援し新たな顧客の創造を実現しています人を感動させる教育制度お客様を感動させる商品働く人が感動する職場18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し。 地域の活性化に貢献しますオンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店も募集していますスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちがともに学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています 入会ご希望の方はホームページからどうぞ先へののメンタルタルフネスへの道はい、えー、すいません今回はですねドラマ「半沢直樹」から考えるパワーハラスメントというところで2回にわたってお伝えしていきました。 え皆さんの身近でですねあ,のまあそこまでのハラスメントというのはまあドラマですからすごくあの強調されてやってますけれどもですねあのさっき申し上げましたように「おしまいです」みたいなところを。 あの本当に冗談で言っていたとしても受け止める側はどうなんだとかねあるいはそれを聞いている周囲はどうなんだっていうところもあの考えていただくいいきっかけにもなるかなと思ってお伝えしましたはい、えー、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました、えー、ではまた、えー、来月第4水曜日にお会いしたいと思いますありがとうございました